今日からビータを修理していくよ。アンマン力尽きる。今日のアンマンちゃんでございます。なぜこのアングルかというと、アンマンちゃんが遊んでてね、小屋に入ろうとして戻ってきたんですけど、力尽きて寝てたんでタオルをかけてあげた。それがね、今の状況です。やべ、寝てたっていうね顔で、むくっと起き上がりましたけどね。やっぱ寝るわと、こっから動けないわと、疲れたわと、遊び疲れたわと、言ってね、横たわっております。これまでね、あと20センチ程度なんですけどね、力尽きたみたいです。お疲れ様です、あんまちゃん。それでは本編スタートです。さあ、メンテナンスコラボレーションね、第2弾で始まった小社寺さんのね、修理品でございますが、今回はね、この中からビータ、これをね修理していきたいと思っております。さあ、こちらのビータでございます。まずはね、現象確認をしていこうとちいさんが言っておりますね。張り切っていくぞと言っております。こちらですけど、メモリーカードは入ってないです。空っぽね。で、ゲームも入ってないです。いいですね。というわけで、こちらを修理していくんですが、電源を入れても、なんていうんですか、入らないらしいです。電源スイッチを押してもね。で、一応ね、充電してみることにしました。そうすると充電ランプが差してるのについたり消えたりするんですよね。で、これはね、ちょっと接触が悪いなと、という状態ですね。充電できないのかな。いや、できてるね。これはね、一応充電できてそうなんですけどね。ビータってほっといてもさ、電池が全部なくなるでしょ。それが嫌だよね。ビータも PSP もさ。ね、任天堂の DS とか全然なくならないのにね。あ、だいぶ調子よくなりましたね。これはね、端子部が汚れてたみたいで、ですね。汚れてただけみたいですね。すいません。関連も取り直ししないです。ね。よし、これでコネクタ触ってもね、全然、電源が落ちなくなりましたね。大丈夫ですね。じゃあ、それは直ったんで、しばらく充電ですね。さあ、これはね、ちょっとこちらに置いといて、こちら食べようかなと。小社寺さんからね、もらったカップ麺でございます。今回ね、ネタの提供ということで、ジャンク品をね、小社寺さんから送っていただいてるわけなんですが、その中に一緒に入っていたのがね、この芋の煮物、芋の煮物じゃないな。芋煮のうどん。東北限定って書いてあるやつが、なんか手に入ったみたいです。で、カレーもね、作ってきたんで、カレーと一緒にね、食べたいと思います。まあ、カレーはね、簡単カレーですね。ミックスベジタブルと、まあ、じゃがいも入れた程度ですね、あと肉。ちゃちゃっと作れる感じのカレーです。で、芋のなんか乾燥したやつが入ってますね。それ入れて、お湯を入れるだけ。なんと、お湯を入れるだけで、熱々の芋煮うどんが食べれるという商品でございます。まあ、カレーはね、普通だな。まあ、炒めて、
カレールー入れただけですからね。まあ簡単に一人分作るには、楽なんですよね。まあごちそうさまでした、カレー。さあこちらですよ。もうこの日はね、すごいお腹減っててね、カレーとうどんを食べることにしましたね。前菜も終わったところでメイン料理ね、芋煮うどんでございます。いや、これは美味しそうでしょ。タレがね、ちょっととろみのかかったスープなんですよね。でこれを入れてね、ちょっとね、こうちょんちょんとね、お湯につけて垂れないようにね、するのが私流でございます。ほら、美味しそうでしょう。じゃあ食べてみます。これね、美味しいっすよ。芋もね、スープも美味しい。これはね、売ってたらリピートしたい。あ、これ売ってたら買おう。うまいわ。スープがね、特に美味しいです。これはいいですね。さあ、あれからね、1時間ぐらい経ったかな。さあ、充電できてるかな。電源ボタンを押しても、電源が入らない。入んないで、ね。うんともすんとも言わないね。ダメだね。すいません。お見苦しい顔が映っていてね、モザイクかけさせていただきました。すいません。ちょっとね、映り込みすぎました。ね、出しゃばりすぎました。申し訳ございません。とりあえずね、全然ダメだなっていう状態です。というわけでね、分解していきますよ。ネジはね、見えるところ、とりあえず4本。で、あと隠れたネジが3本。合計7本ですね。ネジがありますんで、取っていきます。さあ、まずこちら。4本取りまして。下ですね。こっちの下に2本。ここに2本あります。で、取れるかなと思ってたら、上にね、もう一本ネジがありましたんで、それを取りました。で、結構開けづらいんでね、注意してください。すいません、上のネジの位置はね、あのゲームカセット入れるところですね。ちょっとそこ映してなかったですけど。あとはね、もう爪で止まってるだけですから、取ってきます。あ、ここですね。ネジ止まってたところ。そこはね、取ってあります。あとはかなり硬いっす。一応ね、開きました。で、車の内張り剥がすやつでね、なんとかこじ開けましたよ。さあ、こんな感じか。で、皆さん気づきましたか？このコネクタがね、ちゃんと刺さってない。壊れてる？あ、大丈夫そうですね。壊れてはない。よかったです。というわけで、まあ、これからもわかるように分解履歴ありの機械になりますね。ちょっと待ってね。これ、急に外れたやつどうやってついてたかね、確認してから次に進みますね。この作業ね、怠るとね、後で大変なことになるんで。乗っかってるだけですね。というわけで、構造は簡単そうですね、ここはね。バネとかなさそうなんで。で、この状態で見る限りには、綺麗そうです。やっぱね、電源入んないんですよね。ダメですね。
ちょっとここ繋いでみますね。ここが外れてただけで、電源が入らないのであれば、修理完了になりますんで。さあ、どうかな。さあ、どうでしょうか。電源オン。ダメですね。1時間充電してるから、充電できてれば電源入るはずですし、USB 給電でもね、この後テストしましたけど、ダメでしたね。ってことは、まず、充電できてない。そんな気もするね。そっか、充電ランプはついてるんだけどな。いや、これもね、手強そうですよ。バッテリーが悪いかな。ちょっとわからないね。で、テスターでね、測ってみました。そしたらね、3.4V、ちゃんと充電できてますね。ってことは、なんだろう。まあ、1時間程度なんでね、中途半端に充電されてるのはあるんですけど、でもこんだけ充電されてれば多分動くと思うんですよね。で、長押しで電源が入るかも試してみましたが、ダメですね。ダメだね。そっか。ダメか。なんか綺麗そうなやつだからさ、意外と簡単に治るかなと思ったんですけど、難しいかな。充電ランプはつくんですよね。ダメだね。つかないね。そっか。充電できてるしな。電源スイッチ買ってみるか。そんなに高くないし。ちょっとね、部品取り寄せることにしました。というわけでね、次回はちょっと部品をね、交換していく回になると思いますんで、よろしくお願いいたします。で、一応ね、これもね、分解履歴あるビータということで、間違いなさそうですね。というわけで、長い修理が始まりますよ。というわけで、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。今回から始まるのはね、ビータの修理でございます。電源が入るのか、入らないのか、ね、お楽しみにしていてくださいね。